はいどうも。突然ふとショーウィンドウを見た時の自分めっちゃブサイク。よろしくお願いします。なんでおかしいの。はい、この間8月の6日ですね、ひたちなかの、2日目のフェス、ロッキンオンジャパンに行ってきました。今回でロッキンは3回目かな、2015年と17年で、3回目だったんですけど、今回はですね、うちの母親と一緒に行ってまいりました。最初で最後というね、本人の強い意志があったんで、もう本当僕暑いの嫌いですからね、あと人混みとか、長い距離のこう移動で結構嫌だったんですけど、まあ親孝行だと思って行ってきました。見たのは目的としては、ゆずとかですね。ゆずは僕ずっと好きで、中学校の時に、ギター始めたきっかけもゆずだし、ハーモニカとかと本当に歌をきっかけになったのはゆずなんで、それがメインで、うちのお母さんもすごい好きだったんで、それを言ったのと、あとはワニマと、あとリトルグリーンモンスターと、エレカシ、アレキサンドルス、あと桑田さんとかですね、見れました。やっぱね、感想っていうかね、もうすごい良かったんですけど、今回なんかすごい、あとクレバの時とかに音響のステージがあるんですよね。ステージがメインステージがあって、ちょっとこの手前というか、ちょっとね、このぐらいのステージ、これぐらいとしたらこれぐらいのの前にいたんですけど、それ結構あの辺空いてて、で僕からした感じだと意外と空いてて、もう結構近くで見れて、序盤の方だったんですけど、でこのまま1日終わるのかなと思ったら、もうユズの時とか、アレキサンドロスの時すごくて、人がでかなり近くで、もう目に焼き付けてきましたけどね。望遠鏡とかも僕持ってったんですけど、ほとんど使わずに、うちの母がかなり元気で、53歳なんですけどね、前の方にずん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 こう行くような感じだったんで、結局望遠鏡は使わないで済んだんですけど、すごく楽しく、過ごせました。結構ね、ファンによってというか、その時のアーティストによっては激しめのモッシュとか、ああいうのもあるんですけど、ゆずは基本みんなで、何でしょう、こう横にこう揺れたりとか、ちょっと踊ったりとか、振り付けをね覚えてやるぐらいで、本当になんか優しい感じで済んでよかったですね。あと周りが女性だらけだったんで、男子だけだとすっごいもうモッシュもきついし、暑いしね、で臭いですから自分も臭かったですけど、そういうのもね、結構いろいろ加味した上で楽しく過ごせたかなと思います。で今回のグッズはね、僕はこのタオルを買いました。毎年ねタオル買うんですけどね、なんか動物シリーズというか、去年は猫のやつだったんですけど、今年はこのウサギのやつを買いました。ちゃんとね、ロッキンの何年とか出て書いてあるんで、さりげなさが普通に普段使いもできるかな、いいかなと思いました。で今回はですね、初めてチケキャンで、普通に買ったのと違くて、なんでしょうね、交渉して買うっていうんですか、即決で買ったんですけど、ちょっと高めだったんですけど、すぐ交渉成立して送ってくれてっていうので、パンフレットもね一緒にこうつけてくれて、だいぶ助かりましたね。でね、やっぱりね、もちろん暑さ対策もそうなんですけど、かなり焼けちゃったんですね。舐めてました。僕すごい暑がりだから、日焼け止めも塗るのもなんか目に入ったりして嫌なんで、今年は僕だから、去年なんかは焼けるオイルっていうんですか、あれを塗ってたらだいぶ焼けたんですけど、あんまそんな言ってもそこまで痛いっていう感じはなかったんですね。で今年はそれつけないで、日焼け止めもつけないで行ったらだいぶ痛くて、もう皮がなるべくめくれないように、保湿クリームで耐えしのぎましたけどね、だいぶ痛かったですね。そこだけちょっと反省点がありました。でもね、ちょっとね、今回はね、その本題なんですけど、モガちゃんがね脱退しちゃったんですね、電波組のモガちゃんが。でも初め知ったのは、それこそそうですよ、あれと2015年の初めてのフェスで、なんだこの人流れっていうね、あれはパークサイドかな、ステージがあって、で電波組だって言って、でなんか結構ね、男子女子も半々ぐらいかな、結構なんかこうタオル回したりとかするので、だいぶ盛り上がって、もともと電波組は知ってたんですけど、もがちゃんなんか特に本当にちょっと異端児というか、かなりね、グラビアとかでも活躍してるし、ちょっと変わった、子だなっていうか、すごい可愛いなっていう感じはあったんですけど、結構ブログも僕見てて、脱退に至る経緯っていうか、
まあ、結構病んでた時期があったんですよね。その結構かなり長めの、 あの悩みをこう、なんでしょう、みんなにこう赤裸々になんかこう語るというか感じではいたんですが、その辞めるっていうブログの前は結構ポジティブな感じで辞めませんっていうことを言ってたんですが、突然ね辞めて、もう本当に衝撃すぎて、僕まあそんな言っても全部は見ないんですけど、それ脱退しましたって出た時にもうびっくりしてすぐ見ましたけど、まあ、かなり本人は悩んでたみたいですね。その周りからの叩かれるっていうかとか、本人も多分そんなに踊って歌うような性格じゃなかったからこそ、入って自分というものをこう見つけて輝けてっていうのもあったと思うんですけど、グラビアだったりこういろんなねテレビ出たりとかしてましたけど、まあまさかね辞めるっていうのを本当に考えてなかったんで、だいぶショック受けた方が多いのかなと思いますね。いや僕もだいぶだから、そのもともと知ったきっかけがね電波組なんで、写真集をね買ったりとかはしなかったんですけど、でも本当になかなか難しい世界なんじゃないかなと思います。特に一般人がね、やっぱりもともと一般人ですから、そこからねあのアイドルとか歌手になって活躍するっていうのもいろんな悩みがあってやってたのかなと思います。ただただ本当に残念ではあるんですけど、まあすごく特に残念だったのは、なんか私は辞めましたけど彼女たちは応援してくださいねみたいなことがあって、なんか彼女たちって言っちゃってるんだな、なんかもう別の人というか、一線を越えてるって最近流行ってますけどね、なんかこう壁を持っちゃって、なんかその、まあ、女性なんでいろいろあると思うんです。で彼女たちも年齢は公表してないんですけど、だいたい28、9とかその辺だと思うんですが、そういう仲違いっていうのはね噂も聞いたことない、まあ、あるにはあるかもしれないですけど、見てる感じはそういうのはなかったし仲良かったのかなと思うんですが、例えばシシャモね、バンドのシシャモだったりとかもそうだし、リトルグリーモンスターも一人辞めましたよね。でまあ噂なんで結局は絶対出てくるじゃないですか、仲が悪かったんじゃないかとかそういう言い訳をねいろいろするけど、結局は仲悪かったんでしょっていうことにもなっちゃうんです、特に女性の場合はね。で今回そのモガちゃんが辞めたにしても、まあ、だいぶいろんなファンが泣いてると思いますよ。彼女はあの紫のね、イメージカラーでトレードマークというか、で金髪でね、もう真似してる女の子もきっといたでしょうし、で彼女自身もねいろんな人に影響を与えてるのは分かったと思うんですけどね、まあ、とにかく残念ですね。もうフェスであの子が見れなくなると思うとかなりショックはショックなんですけど、まあね、本当に皆さんで応援して、僕も本当に応援していこうと思いますのでね、あんまりマイナスに受け止めずにいきたいとは思います。はい、フェス行った時に僕ヒアロンって分かりますか、潰してさこう冷たくなるやつがあるんですよ、こういうぐらいのサイズで。それをね持ってってて、でたまたま母親が持ってきてたんですけど、あれマジで全然割れないんですね。でそれで、ね、ちょっと中身どうなってんだろうと気になって開けたんですよ。そしたらちょっとこの辺写真出そうかなと思ってるんですけど、まあ、こんな状態で入ってるんですね、中がね。でこの袋の中のやつが割れると、要するにその一緒に融合して冷たくなるんですけど、で透明な袋とかに入れて試したんですけど、確かに溶けて冷たくなるんですよ。ただ絶対割れないんですよ。僕結構ずっとリトルグリーンモンスター見ながらパンパンやってたんですよ、そのちょっとシャカシャカちょっとしたスネアドラム的な感じでやってたんですけど、全然割れなくて、だいぶやってから突然冷たくなって、あこんなになるんだっていうのびっくりしたんですけど、あれね多分ね女性の力でなかなか難しいと思うんですよ。でしかも中の袋を割ってて中央を叩けって言われるんですけど、その袋はこれぐらいの袋で、ね、これサイズこれなんで縦横無尽に移動するわけですよ。だから真ん中をやってても意味ないし、どこにその袋があるかも探らないといけないんで、ちょっと難しいかなって思います。あと首に巻くなんか冷たいやつとか、ああいうのはね濡らすと効くんでだいぶいいと思います。本当に首を冷やすことでだいぶ夜とかも寝やすいしいいと思うんですけど、ちょっとヒアロンはね100円ぐらいでいいんですけど、ちょっとおすすめできないかなと思いました。特に女性だけで、あとちょっと難しいかなと思いました。ワニマが僕一発目で見たんですけど、その前の日のフェスでカエルコールで叩かれたっていうか、彼
かなり不快な、ね、あのことが起きましたけどもね、まあ、今回はそういうこともなく普通に盛り上がるだけ盛り上がって、なんかいつもと違ったなんか部屋の髪のなんかケンタがつけてましたけどね、あの初めての見る人たちもだいぶ楽しめてたんじゃないかなというふうに思いますね、うん、桑田さんもねやっぱり生きてるうちにというかちょっと失礼ですけどね、まだまだ生きてほしいんですけど、なかなかお目にかからない人も見れたし本当に満足でしたね。なんで結構まあ早い時間に来る人もいると思うんですけど、ゆっくり来ても結局目当てのアーティストが見れればいいと思う人は結局鳥の方にね集まったりしてはいるんで、そういう大物の人たちってだから結構ゆっくり来てる人も多かったんじゃないかなと今回は思いました、うん、あとね特急券ね、こう特急券のこと言いたかったんですけど、あのなんかね指定席っていうんですか、座れる乗車券は買ってるけど指定席は買ってないやつがやっぱ毎年いるんですよ。でそれね僕ねなんでなのか未だによく分かんないんですけど、なんかお金がないのかケチりたいのか1時間ぐらい経っていいでしょっていうのが分かんないんですけど、あれねすっごく邪魔なんですよ。まず座れる人を優先して座らせなきゃいけないし、ギリギリで乗っちゃったらどかなきゃいけないし、ね、で僕のとこはなかったんですけど、なんかね他のね人がもう撮ってるところにね座ってる人とかいましたからね、女でねブスでね、もうね顔に出るよね性格っていうのはさ、ダメだあれは、もうそういう顔してましたって思ったけど、なんかあとその5分後ぐらいにね、これ可愛かったらどうなんだろうと思ったね、可愛い子だったら多分ねまあいいかって思っちゃう、このなんか人間って怖いですよねなんだこのまとめまあ、その特急券を買うなら絶対指定席のあれも買えるうちは買ってください。僕1週間前で全然余裕で買えましたから、千何百円ですからね、そこケチんないでもいいと思うし、あのトイレに行けないんですよ特急券 その乗車券だけの人って、あ、これさ乗車券だけの人がなんかね戦時中の、例えばですね戦時中の駅前な、ホテルの墓の情報ですよ、あのなんか孤児がこう座ってうなだれてこんな感じでみんな座ってて、お金払ってんのにトイレも行けないんですよ、とかまたいで行かなきゃいけないし、なんかこっちはすいませんすいません、なんかねちょっとおかしな光景ですね。あれちょっとぜひ行くっていう人はね乗車券と特急券買ってください。はい、そんなとこです。はい、まとめとしてはまあ来年っていうかまあ行くことはないかなと今のところ思ってるんですけど、行く方はねぜひねあるあるビデオを作ったんでそれも見て参考にしていただければと思います。はい、まあ、今日はこのところですね。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら。今日 Thank you for watching this video. Please subscribe. チャンネル登録よろしくねー。